こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画では新しいタロットカードデッキを開封していきたいと思います。こちらが届いたばかりの箱になります。中身はまだ見てません。なので何が入ってるか確信はないんですけれども、多分これだろうなっていう感じです。はい、ではこちらを開けていきたいと思います。その前にお知らせです。こちらのチャンネルでは新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画ですとか、タロットカードの意味の解説の動画なんかもアップしています。ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらですね、キックスターターでバックしたデッキさんだと思うんですね。おそらくロサンゼルスから届いているので、多分あのクリエイターさんだと思います。では開けてみますね。あれ開かない。開かない。結構きちっとなってますね。こちらです。開けるのに苦労しました。まず目に入ってきたのが Thank you card ですね。あ、これはあれですね、クリエイターさんのビジネスカードですね。なるほど。なんかこれ折れ曲がっちゃってますけど、いいんでしょうかね。これも一応 Thank you card というかポストカードですね。これは裏がこんな感じになってます。あー、すごい。なんかいろいろ入ってますね。あ、そっかそっか。そういえばなんかいろいろついてきてた気がします。ちょっと全部出してみますね。わあ、なんかいいですね。なんかおもちゃ箱を開けるみたいな感じで楽しいです。こちらがデッキさんですね。結構大きいですね。意外と大きかったです。そしてデッキさんの他についてきたのが、まあ、一応このポストカードも入れて 1,2,3,4,5,6,6つついてきましたね。このポストカード曲がっちゃってるんですけど、こんなんでいいんでしょうかね。まずこれがすごく気になるので見てみたいと思います。あー、これはあれですね、あのカードを立てるスタンドですね。すごく欲しかったやつです。あのリーディングする時とかね、こうやってカードを立てられるとすごくいいなと思っていたので、これすごくいいと思いますね。こんな感じでカードを立てることができます。素晴らしい。あとはこれはピンですね。あ、2つありますね。1つでも大丈夫だったんですけれども、2つこのネジの部分がついてますね。これは何の模様なんでしょうか。そしてこれはステッカーかなんかかな。あ、ステッカーですね。何枚入ってるんだろう。1,2,3,4,5,6枚入ってますね。いや、結構素敵な絵柄ですね。おそらくね、カードの絵柄だと思うんですけれども。そしてこちらは何でしょうか。なんかこんなにいろいろ入ってるって思ってなかったので、すごい嬉しいです。なんかプレゼントもらってるみたいですね。あ、すごい。あ、これ綺麗ですね。なんだろう、これコイン、記念メダルとかそんな感じでしょうかね。コスマビジョンズオラコって書いてますね。コレクションコイン、コレクションコインらしいです。はい、ということでね、こちらコスマビジョンズオラクルって言うんですけれども、オラクルとは書いてるんですけれども、どちらかというとタロットですね。そしてこちらが
サッチェルですね。このデッキさんがそのまま収納できるって確か書いてあったんですけど、これかなりサイズ違いませんか？これどうなってんだろう。なんか全然横向きに入らなさそうなんですけど、これサイズ感絶対違いますよね。あれれ、おかしいな。ちょっとこれクリエイターさんに問い合わせてみようと思います。これ確か、こっち向きじゃないですよね。これもしかしてこんな感じですか？てっきりこれ横にスライドして入れるものだと思ってたんですけど、全然大きさが入らないですもんね、これだと。やっぱりこうなんでしょうか。こう向きっぽいですね。でもどうだろう。でもそしたらこれが結べなくなるんですけど、ていうかこれどうやって結ぶんでしょう。使い方がわからない。使い方がわからないですね。素敵なんですけどね。これはですね、確かアドオンアイテムみたいな感じで10ドルぐらい出して購入したと思うんですけど、これ本当にどうやってどうやって使ったらいいんでしょう。ちょっと困惑気味です。はい、これはクリエイターさんに問い合わせてみようと思います。そしてこちらがデッキさんですね。ちょっとこの辺片しますね。いろいろ散らかっているので。はい、こちらがコスモビジョンズオラクルですね。いいですね。 A set of cards to ease your soul. 魂をイースしてくれるそうです。これですね、カードをつなげたらですね、1枚の絵になってるんですよね。それがすごく綺麗で、綺麗というかアイディア的にね面白いですし、絵としてもねすごく綺麗なので惹かれて購入したんですけれども、こちらはキックスターターなのでインディーデッキになります。アーティストさんが独自に出版しているデッキさんですね。ではこちら早速開けてみたいと思いますが、ハサミを持ってきていなかったのでちょっとハサミを取ってこようと思います。お待たせしました。こちらちょっと切ってきたのでプラスチック開けていきたいと思います。結構しっかりした作りですね。実はこちらのデッキさんはですね、3作目なのかな、他に2つですねデッキさんをすでに自費出版で出版されてらして、こちら確か3作目だったと思います。オラクルとは書いてるんですけれども、本当はタロットなんですよね。ただ、ショアルカナのですね、スートが確か5つあったと思います。4つではなくて5つですね。箱はですね、マットですね。多分ローズペタルフィニッシュって言われている、ちょっとこう、しとっとするような手触りなんですけれども、いいですね。持ち心地がいいというか、すごくずっしりしっかりしてますね。では開けてみたいと思います。多分こうやって開けるんだと思いますね。そうですね、こうやってパカって開けるタイプになります。いいですね、素晴らしい。しっかりしてますね、箱の作り。さすが3作目で、これがガイドブックですね。そして中に、素晴らしい。いいですね。これ底がですね、マンダラみたいになってますね。そしてこれはですね、銀箔っていうんですかね、加工がしてあります。ちょっとキラキラしてる感じですね。素敵、すごい。このエッジが素敵ですね。なんだろう、これブルーなのかな、ホログラフィックな
ブルーっていう感じでしょうかね。そしてこちらがガイドブックになります。ですね、ちょっと確認したんですけど、このサッチェルはですね、どうもカードだけを入れるっぽいんですよね。だからこの箱は入らないんじゃないかなと思います。なのでちょっと試しに入れてみたいと思います。あ、これカードだけだったら全然余裕で入りますね。もしかしてガイドブックも入っちゃいますかね。あ、ガイドブックも入りますね。それでちょうどっていう感じです。こんな感じで収まりますね。そうすると、あ、このマンダラ模様はこの底に書いてあるのと同じですね。確かピンもこれと同じですよね。あ、ちょっと違ったちょっと違いますね。これは表紙か、表紙の絵ですね。これはコインの方かな。確かコインの絵柄が、そうですね、こちらがコインの絵柄と一緒です。で、これがですね、ここにですね、カードを3枚確か展開できるんですよね。なので出先とかでですね、例えばクロスがない時とかにここに展開できるっていう感じですね。で、こうやって巻きつけて、で、この紐の処理をどうしたらいいのかがちょっとわからないんですけれども、こんな感じでしょうかね。なんかこんな感じで適当に巻きつけて処理みたいなちょっとかっこ悪いですね。これはもうちょっとね、どうにかできるとは思うんですけれども、はい、こんな感じでしょうか。でもいいですね。ちょっとベルベット調みたいな生地なので、確かにね、この紐を引っかかりますね。なのでいいと思います。あー、素晴らしい。いや、これは買ってよかったな素晴らしいです。いいですね、コンパクトになって。なんかこういったサッチェルを持ってないのですごく新鮮な感じです。はい、ちょっと話がそれました。そうですね、ではちょっとカードさんを見る前にガイドブックをさらっと中見ていきたいと思います。ガイドブックもこれ多分ローズペタルですね。箱と一緒の手触りで、厚さはそんなにないですね。あ、作者さんがですね、ジェームス・アール・イーズさんですね。ドキドキコスマビジョンズ、カードというかこのデッキさについて簡単に説明してありますね。コンダクティング・リーディング、リーディングをどうやってするかについて書いてあります。で、スプレッドがあって、あ、結構面白そうなスプレッドもありますね。おー、すごい、21枚引きで終わりかな。そしてここからはカードミーニングス、カードの意味ですね。メジャーアルカーナ、おー、いきなり0番ですになってますね。ミラーカード、フォー、へー、すごい、さすがオラクルと名乗っているだけあってタロット通りではないですね。いや、面白い。本当だ。一応ですね、大アルカナに対応してるみたいなんですけど、カード全然違いますね。これはこれは面白いですね。本当にオラクルカードとしてもタロットとしても使えるっていう感じですね。で、ここからマイナーアルカーナですね。スパークオブアンバース、アンバースですね。これおそらくファイヤーじゃない、ワンドに当たると思うんですけれども。なんかすごいですね。スートも一応ですね、4大元素というか4つのスートに当たってるみたいなんですけれども、呼び方というかね、変わってますね。ローレスです。ダンスオブローレスです。これはおそらくカップですね。ウォーターなので。なるほど。そ
そして birds ですね。 birds はこれはソードですね。 air なので。なるほど。そして最後が trees。 最後というか最後ではないですけれども、これがペンタクルにあたるスートですね。なるほど。The importance of being、 これが5つ目のスートでしょうかね。うん、なんかそんな感じですね。これを含めなかったら純粋にねタロットとして使えますよね。なるほど。なんかあれですね、あの人間の性格タイプではないですけれども、アーキタイプみたいな、そんな感じじゃないかなと思いますね。面白い。すごい。そうなんですよ、こちら5896人の方がバックしてですね、すっごいことになってたんですよね。まあ、もちろんその3つ目の出来さんなので、1つ目2つ目もすごく成功してらっしゃったみたいで、なのでまあそれもあってだと思うんですけれども、いやーすごいですね、素晴らしいです。ではカードさん見ていきたいと思います。面白い。なんかいいですね、このタロットの殻を破られる感がすごいします。素敵。バッキングはですねこんな感じですね。なので上下は分かるようになってますね。でも私は上下取って読みたいと思います。正逆取って読みますね。でカードの紙質なんですけど、マットですね。ローズペタルとはちょっと違いますね。ここまでではないんですけれども、結構サラサラなマットな感じですね。ちょっとこうしとっとしてる感じです。でカードの厚みはですねそこそこあります。なのでペラペラではないんですけれども、そんなに分厚くもないっていう感じですね。オラクルカードとかに比べたら薄い方だと思います。これリフルシャッフルしやすそう。そしてエッジが綺麗ですね。なんかこれ玉虫色っていうんですかね、なんか見る角度によって色が変わるのですごいいいですね。多分これブルーだと思うんですけど、すごい。私がですねエッジがゴールドまたはシルバー以外のものを持ってないんですよね。なので初めてのカラーエッジになります。多分そうです。もしかしたらド忘れしてるかもしれないんですけれども、多分初だと思いますね。いやー素晴らしい、いいですね。いやちょっと期待が高まったところで、一枚一枚カードさんにご挨拶をしていきたいと思います。はい、ではダイアルカナですよね。ダイアルカナから見ていきたいと思います。まずは0番のカードです。ということで一応フール、愚者にあたるカードなんですけれども、これは死神というよりは死でしょうね、そのまんま。でこの骸骨というか骨のね手が描かれていて、でその上にですね火があるんですけど、これねなんとなく魂じゃないかな、スピリットなんじゃないかなという感じがしますね。死を始まりと捉える、なかなか深いですね。すごく色合いもね綺麗でいいですよね。1番 The Crow、 これはカラスさんですね。 The Magician ということで、魔術師のカードに該当すると思うんですけれども、いやーこれもねいいと思いますね。カラスが魔術師、カラスってねすごく不思議な動物さんだと思うんですよね。なんかマジシャンってすごく合ってるんじゃないかなと思います。いいな、なんとなくねその魂スピリットとね関わりがある感じもいいんじゃないかなと思いますね。2番 The Swan、 白鳥さんですね。こちら The High Priestess、 女教皇にね当たるカードだと思うんですけれども、
すごい綺麗ですね。美しい。なんかね、魂のピュアな輝きっていう感じがするんですけれども、なんか女教皇の神秘的だけどすごい無垢で、なんかそういう感じがすごく表れてるんじゃないかなと思いますね。3番、The Peacock。これはクジャクさんですね。The Empress、女帝にあたるカードだと思うんですけれども、これすごく合ってると思いますね。これはメスのクジャクさんなのかな？女帝なのでね、メスなのかなと思うんですけど、でもなんとなくオスっぽいですよね。クジャクさんって確か豪華なのはオスだったと思ったんですけれども、でもこの豊かな感じすっごく伝わってきますね。本当女王様っていう感じです。4番 The Pelican、 ペリカンさんですね。4番なので The Emperor、 皇帝にあたるカードなんですけれども、いやー、なんか皇帝っぽいですね。なんか持ってますし、ワンドみたいな、ワンドというかスタッフみたいなのね、持ってますし、そっか、なんかあからさまにこう権力を振りかざしてないところが好感持てる皇帝ですね。5番 The Phoenix、 これは不死鳥ですね。5番なので The Hierophant、 教皇司祭のカードですけれども、これはなんとなく私の中で4番と5番入れ替えた方がしっくりくるんですけど、なんかこっちの方がね、肯定っていう感じが個人的にはしますね。そっか、まあ不死鳥ですからね、フェニックス。なんか私の中でちょっとつながらないんですけどね、どうでしょう、皆さんはどう思われますかね。6番ソウメイツ、ソウルメイトのカード、6番ラバーズのカードだと思うので恋人たちに当たりますね。これはすごくいいと思いますね。折り曲げられて入っていたポストカードがソウメイツですね。すごくなんか宇宙的で神秘的でいいですね。本当に魂同士が出会えたっていう、なんか感動の再会っていう感じがしますね。7番 The Spirit Plane、 スピリットの次元っていうことでしょうかね。プレインってなんだろう、なんか平面というか、平面とは違うな、ちょっと意訳が入るかもしれないですけど、まあ、次元と言っていいんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、スピリットの次元っていうことでしょうか。7番なので戦車のカードだと思うんですけれども、これってつまり高い次元っていうことですよね。スピリットがいるところっていうことなので、なのでそこに次元上昇していくっていう感じでしょうかね。まあ、戦車の意味に合わなくはないなと思うんですけど、どうでしょうかね。なんか結構荘厳なね、意味になってる気がしますね。8番 The Orbs、 オーブですね。これ8番なのでおそらく力のカードじゃないかなと思います。ライダー版だったらね、力のカードなんですけれども、オーブか。これはなんて言ったらいいんでしょう。なんか本当に自分の波動が上がってるっていう感じがしますね。なので、まあ確かにね、波動が上がってる時はパワーもね、満ちてくると思うので、まあ、そういうことかなと思うんですけれども、なるほど。なんかパワーっていうのもスピリチュアル的なパワーでしょうね。9番 The Cosmic Tree ですね。コスミックツリー、宇宙の木っていうことでしょうか。9番なので忍者のカードだと思うんですけれども、この木すごく幻想的ですよね。素敵な感じで、なんか引き込まれる感じがするんですけれども、なんかいいですね。忍者にぴったりだと思います。なんかですね、この木が発光してる感じなんですよね。で、暗闇にこうぼーっと光って佇んでいる感じで、すごくね、忍者のイメージと合うんですよね。いいと思います。10番 Life Map、
これは運命の輪に当たると思うんですけど、ライフマップ、なんかブループリントみたいな感じでしょうかね。魂のブループリントというか、まあ、人生のね地図みたいな感じでしょうね。これすごく運命の輪っぽいですよね。まあ、でも運命の輪って自分でね決めていけるっていう感じがするんですけど、ライフマップになるともうあらかじめ決めてきたことっていう感じ、そこの違いはあるかなと思いますね。すごい、めっちゃ神秘的ですね。素晴らしい、宇宙的ですね。11番、カルマ、カルマのカード、これ正義のカードですよね。いやー、これすごく合ってると思います。まあ因果応報じゃないですけれども、正義のね鉄槌が下るみたいな、自分のしたことに対する結果を受け取るっていう感じで、いいですね、合ってると思いますね。12番、サクリファイスですね、自己犠牲、まあヘンクトマン12番のね釣られた男に合ってるとは思うんですけれども、これなんか自己犠牲に見えないですよね。サクリファイス、なんか手を差し伸べているっていう感じですね。これ面白い解釈だなと思います。これ自己犠牲どうでしょうか。私には結構綺麗な絵に見えるんですけどね。13番、 Past Lives、 過去生っていうことですよね。これ13番死神のカードに当たると思うんですけれども、いやーこれも合ってると思いますね。死神、命が終わるってことはまた新しい命が始まるっていうことなので、いやー深いですね。ちょっとこれはガイドブック真剣に読み込みたいと思います。14番、 The Maze、これはメイズなので迷子じゃなくって迷宮じゃなくって迷路ですね。14番なのでテンペランスだと思うんですけれども、これ迷路とテンペランス、なんとなくですね私の中で腑に落ちる感じがするんですけど、でも なんで腑に落ちるんだろうっていう、そこがねまだちょっとピンとこない感じで、でもねなんとなくリンクがあるような気がするんですよ。なんででしょうね。メイズ、バランスを取ったりとか、ちょうどいい中央のねところを見つけたりとか、なんかそういうのってすぐにはわからないというか、やっぱり難しいと思うんですよね。そして試行錯誤して手探りで探っていって、そして手に入れるというか習得するみたいな感じだと思うので、なんかそういう意味ではこの迷路ってね合ってるのかなっていう感じもしますね。いやー素晴らしい、ため息が出ます。15番、 The Vessel、これは壺っていうことですよね。まあ、器とかね壺とかそういう意味で、これは15番なので悪魔のカードですよね。どうして悪魔のカードが壺なのか、壺、誘惑、なんかちょっとつながらないんですけれども、でもこれもなんとなく納得がいく気がするんですよね。なんでもうちょっと掘り下げたらなんかこうひらめきそうな感じがするんですけれども、アディクション、なんかねつながりそうな感じはしますね。でもなんかこのツボですね、女性を表してるっぽく見えるんですよ。なので女性性を表してる、どうなんでしょうね。なんか昔みたいに女性は誘惑するなんか形状だとかってね言ったりしますよね。そんな感じなんでしょうかね。16番、 The Shore、 これは The Shore、浜辺っていうことでしょうかね。確か浜辺だったと思います。タワーのカード、塔のカードに当たるんですけど、塔のカードに比べて穏便ですねって言おうとしたんですけど、なんか降ってきてる感じがするので、これなんでしょうかね。隕石でも降ってきてるんでしょうか。あんまり穏便な感じはしないので、やっぱりタワーなのかなと思いますね。でも The Shore、 この浜辺を選ぶっていうのがちょっとなんかねここに意味がありそうだと思うんですよね。なんかここもね深いんじゃないかなと思いますね。
ああ、でも確かにこう浜辺だとこう打ちつけられる波にですね、すべてこう洗われるというか、さらわれるというか、そういう感じもあるので、確かに塔のイメージとも重なる感じですね。17番、The Veil。これはベールですね。ベールを取るとかってね、言ったりしますけれども、隠しているベールですよね。なので星のカードに当たるんですけれども、いやー、これもすごい納得いく気がしますね。なんかこうベールって花嫁のね、ベールって言いますよね。なんかあんな感じで純白を隠すみたいなね、そんな感じがして、でそれがこう少しずつあらわになってくるみたいな、なんかね、星のカードとなんか重なる部分もあるような気がして、いやー、これもいいですね。私的に星のカードと重なります。そして18番、The Bridge。橋ですね。この橋もなんかすごいですね。なんか人が光ってますけれども、これなんかムンクの叫びに出てきそうな感じ そんな感じですね。まあ、月のカードですよね。月か。まあ、確かになんか夜っていう感じはしますよね。で、まあ、月明かりというか自分が明かりになってる感じがするんですけれども、どうだろう、これ結構すごいポジティブな月の 意味のような気がするんですけれども、そっか、なんかこう導かれてるみたいな、あなたの道はこっちですよって導かれてるみたいな、そんな感じがしますね。19番、インファイナイトパス、無限にある道っていうことですよね。これなんかパラレルリアリティのような感じがしますね。可能性はね、無限に存在するんですよね。で、その中で一番自分の波動に近いものを引き寄せているっていうことだと思うんですけれども、でもこれ太陽っていう感じがしますよね。太陽のエネルギーがね、こう無限に地球上に降り注ぐっていう感じで、可能性もね、無限に存在するっていう感じ、いいですね。でもなんとなく太陽のエネルギーとはですね、ちょっと違う感じはしますね。20番、The Unknown ですね。The Unknown なので、未知のものっていう感じでしょうかね。そうか、これも深いですね。これおそらく宇宙かなと思うんですけれども、しかもなんか吸い込まれてる感じがしますね。天に上がってる感じ。これもなんか昇天とかね、魂が昇っていくとか、そんな感じなんでしょうか。The Unknown。The Unknown。未知のもの。なんかこれは私たち3次元の世界に生きてる、地球上に生きてる魂からすると未知の世界に見えるかもしれないんですけれども、でも魂からするとそこは多分故郷なんですよね。なんかね、そういう感じがします。審判とはちょっと結びつかないかなと思ったんですけど、でもやっぱり結びつきそうだなってちょっと気が変わりました。なんとなくね、審判の、まあ、死者が蘇るっていう感じではないんですけれども、なんとなく納得するような、そんな感じですね。そして21番、Life on Earth。 おー、締めくくりが Life on Earth。 これ抱き合ってますよね、ハグしてますね。いやー、これなんか深い、めっちゃ深い、最後の締めくくりがめっちゃ深い。本当にこれって多分魂の旅、成長のね、旅なんじゃないかなというふうに思いますね。私たちが何しにね、地球に生きてるのかっていう、それを思い出させてくれるような、そんなカードですね。で、それが世界のカードってなかなか憎い演出ですね。そしてですね、最後にこんな余分なカードが入ってたんですけれども、余分というか追加のカードですね。これハテナマークなんですよね。なので自由に番号を当ててくださいっていう感じでしょうかね。Sleeping ships, sleeping ships, sleeping ships。
眠っている船っていうことなんですけれども、まあ、おそらくこの岸に上がっている船っていうことですよね。これどう解釈したらいいんだろう。これ何にでも解釈できると思いますね。多分それが作者さんのね狙いだと思うんですけれども、まあ、船っていうのはもともとね水の中にいる、水の中にいるというか水の中の、乗り物なので、それが沖というかね陸に上がっているということは、なんかそういうことをね表してるんでしょうね。ちょっと脇道にそれて息抜きしてるみたいな、そんな感じじゃないでしょうかね。まあ、それはね一つの、あくまで一つの解釈なんですけれども、本当にねいろいろ解釈できると思うので、いやーこれ面白いですね。多分ねその時の印象でね解釈いろいろ変わってくると思うんですよね。素晴らしいです。はい、ではここで一度音叉による浄化をしていきます。よろしければ一緒に瞑想されてみてください。はい、では次のセクションに移っていきます。はい、では次は小アルカナのカードを見ていきたいと思います。まずは、ワンドにあたるスートでエンバーズですね。これ確か火花とかそんな感じだったかな、まあ、火にね関係あるんですけれども、確かね火花だったと思います。なのでエースオブエンバーズ、エンバーのエースということですね。これはエースっぽいですね。すっごいエネルギーの塊っていう感じなので、なんか本当にこう生まれてくるエネルギーっていう感じがしてすごくいいと思いますね。しかもこの空の色、なんとも言えないですね。素晴らしいですよね。 Two of Embers、エンバーの2ですね。これはあんまり日本語に訳してる感がないんですけれども、2と言いながらも3人いるっていうちょっとよくわかんないですね。まあワンドの2に当たるとするとどうだろう、ワンドの2感はあんまり出てないですね。どうでしょう、新しい世界を、広い世界を思い描いている感じでしょうかね。あ、これあれですね、小アルカナはつなげたら一つの絵になるパターンですね。 Three of Embers、 エンバーの3ですね。確かに3人います。そしてこの方浮いてます。そして火が、頭に火が浮いてます。すごい不思議ですね。これはなんとなくワンドの3って言われてもわかるような感じがしますね。Four of Embers、 エンバーの4ですね。これはなんか祠じゃないですけど、なんか神様を祀ってるみたいな、そんな感じに見えますね。へー、 Four of Embers、 まあ、確かにセレブレーションっていう感じはではないですけれども、なんとなくワンドの4のエッセンスはね伝わってくるかなっていう感じですね。へー、すごい。これとか多分雷とかそんな感じでしょうかね。 Five of Embers、 エンバーの5ですね。すごい火が木に落ちてますね。まあ、これは確かに小競り合いのカードっていう感じはしますね。すごい、これあれですね、空が荒れ狂ってる感じですね。面白い。 Six of Embers、エンバーの6ですね。これなんかすごいですね、魂がね浮いてるように見えますけれども、そしてこれは海なのかな、川なのかな、川でしょうかね。なんかちょっと不穏な感じがするんですけれども、ビクトリーに見えますでしょうか。なんかねよくわかんないですね。なんか火の玉みたいなのがね飛んでますね。
Seven of Embers、 Ember の7ですね。これは不死鳥でしょうかね。なんかそんな感じの鳥が本から出てきてて、 Seven of Embers、 ワンドの7ですよね。私的にこれ6と7入れ替えた方がいいんじゃないかなと思ったりしたんですけど、どうでしょう。なんかかなりね、これは印象というか意味もね変わってくるような気がしますね、ワンドの7と比べると。Eight of Embers、 Ember の8ですね。これは確かに勢いありますね、ワンドの8っぽいですね。これはかなりいいんじゃないでしょうか。そしてこれ竜巻でしょうかね、なんかすごいことになってますね。本当はこっちに置けるといいんですけど、こちらに置きます。 Nine of Embers、 Ember の9ですね。これはすごい爆発してますね、火山が爆発っていう感じで。私的にこれワンドの10っぽいイメージなんですけどね、どうでしょうか。Ten of Embers、 Ember の10ですね。これは隕石がなんか落ちてきてるんでしょうかね、まあ、隕石というか多分あの溶岩、溢れ出た溶岩、飛んできた溶岩が多分冷えてこうなってるっていう感じじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとこっちは落ち着いてる感じですね。なので、まあ、断捨離実行中なのかなと、そんな感じですね。あ、なるほど、コートカードがないですね。コートカードがないです。でその代わりに多分5つ目のスートなんでしょうね。で多分このスート、5つ目のスートが、コートカードの役割を表しているのかなって思ったりします。面白い。じゃあ次のスートに行きますね。次はですね、ロータスですね。なのでカップに当たるスートですね。 Ace of Lotuses、 言いにくい、めっちゃ言いにくい、 Ace of Lotuses ですね。ロータスのエースで、これめっちゃエースっぽいですよね。カップのエースにすごく似てると思いませんか、まあ、似てるというよりは雰囲気がねすごく似てると思いますね。素晴らしい、いいと思います。次は Two of Lotuses ですね。ロータスの2、はあ、これもカップの2っぽいですよね。素晴らしい、綺麗ですね。やっぱりつながると、つなげるとね、すごく荘厳な感じですね。 Three of Lotuses、 ロータスの3、これなんか神殿かなんかでしょうかね。そして3人、ここにも3人みたいな感じで、女子会カードっていう感じはしないですけれども、でもね意味的には結構近いものがあるのかなと、意味というよりは雰囲気的にね似てる部分もあるのかなと思いますね。Four of Lotuses、 ロータスの4、ここなんかちょっとこう段差があって、この石とかがねあって、こう水がこうなってる感じですけれども、そっか、カップの4、カップの4、なんか停滞を表してる感じはしますね。よどんでるっていう感じはないんですけれども、 なんとなくカップの4の意味合いはちょっと伝わってくる気はしますね。Five of Lotuses、 ロータスの5、カップの5に当たるカードですね。あー、これ船が多分2つに真っ二つに折れちゃってますね。なのでこれはカップの5っぽい感じですね。なんかカップが3つこぼれるよりもね、かなり痛手だと思うんですけれども、はい、でも意味的にはね合ってると思います。 Six of Lotuses、 ロータスの6、カップの6か、これは何だろう、シャチさん、シャチさん、イルカさん、そんな感じでしょうかね。なんとなく
サメには見えないですね。もうちょっとフレンドリーな感じがします。なのでこれもね、カップの6としてはすごくいいんじゃないかなと思います。なんかこう見てるとキュンってしそうな胸がキュンってしそうですね。Seven of Lotuses、 ロータスの7ですね。これはカエルさんと、カップの7、これはカエルさんにとっての夢なんでしょうかね。なんかライダー版と比べるとちょっとね、おとなしい感じはするんですけれども、どうでしょうね。これは結構人によって解釈分かれるんじゃないかなと思います。 Eight of Lotuses、 ロータスの8ですね。今度はクジラさん、クジラさんですね。これは多分水中なのかな、水中ですね。これはなんか海底に沈んだ古代神殿とかそんな感じでしょうかね。いやー深いです、カップの8。なんか去っている感じはしないですけどね。でもすごく意味的にはね、深い感じがしますね。 Nine of Lotuses、 ロータスの9ですね。これは多分これはですね、水中なんですよね。でここが水上っていう感じで、ロータスがねすごい揺れてますね。カップの9、ウィッシュカード、願いが叶う前ってね、結構こういうことあったりするので、そのことを表してるのかもしれないですね。結構ですね、願いが叶う直前って絶望したりすることもあるんですよね。不思議なんですけれども。 Ten of Lotuses、 ロータスの10ですね。これはカップの10っぽいですね。素晴らしいと思います。すっごいキラキラしてますね。いやー本当絵柄が素晴らしい、素晴らしいですね。ではここでまた音叉による浄化をしていきます。はい、では次のスートを見ていきますね。次は Birds のスートなので、これはソードに当たりますね。 Ace of Birds、 鳥のエースですね。 Birds のエース、これ雪だるまですよね。すごい雪で鳥を作ってるエースか。あ、でもなんかこのエネルギーちょっとエースっぽい感じがする。やばいですね。なんか最初はえって思ったんですけど、なんかよく見ると確かにエースっぽいんですよね。不思議ですね。 Two of Birds、 鳥の2 鳥のスートの2、ソードの2に当たるカードですけれども、これどうだろう。あ、でもなんか瞑想してるっぽい、っていうかこれ多分クリスタルボールを弾いてる、演奏してるみたいなね、そんな感じに見えるんですけれども、まあでも確かになんかこう自分自身と対話してるような、そういう感じはしますね。そして空が綺麗、めっちゃ綺麗です。 Three of Birds、 鳥の3、ソードの3ですね。鳥にめっちゃ矢が刺さってる。これは本当にソードの3っていう感じですね。しかもなんか風強いですよ。木がなんかすごいことになってますね。これは冬がテーマなんでしょうかね。 Four of Birds、 鳥の4、ソードの4ですね。これは鳥が4羽いますね。なんか打って変わって、なんかちょっとなぎではないですけれども、なんかちょっとねエネルギーが穏やかな感じがするんですよね。なので、ソードの4と言われたらなるほどっていう感じです。
でもなんかこのすごいですね、この渦巻いてる感じとか、なんかこういう絵がありましたよね。これもムンクだっけ、なんかムンクの絵であったような気がする。 Five of Birds、 剣じゃない鳥の語ですね。ソードの語にあたるカードです。あーめっちゃ喧嘩してる。これソードの語っぽいですね。しかも卵が落ちちゃってます。はい、これはソードの語っぽくていいと思いますね。 Six of Birds、 バードの鳥の6ですね。ソードの6にあたるカードですけれども、これはなんか戦争っぽくないですか。戦争を思い起こさせますよね。なんか不穏な感じ、なんか想像の6とはちょっと雰囲気が違うなと思うんですけど、どうでしょうかね。 Seven of Birds、 鳥の7、想像の7ですね。これ全然ソードの7って感じしないですね。普通に鳥さんが飛んでる感じですけれども、なんか卑怯な感じとかね全然ないですよね。不思議なカードです。 Eight of Birds、 鳥の8、バードの8、ソードの8ですね。すごい竜巻がすごいですね。鳥さん巻き込まれそうになってますけれども、ソードの8か、なんかソードの8ってね、自分で自分をがんじがらみに刺してる感じなんですけど、これはどうだろう、鳥さんとしては不可抗力なんじゃないかなと思いますけどね。 Nine of Birds、 鳥の9、ソードの9ですね。これはめっちゃ狙われてるのかな、なんかよくわかんない絵ですよね。明らかにこの人はもっと遠くのね鳥を狙ってるんだと思うんですけれども、それに対して鳥が攻撃を仕掛けてるのかな、邪魔しようとしてるのかもしれないですね。ますますよくわからない。ソードの9、悪夢のカード、悪夢にはあんまり見えないですね。なんかすごいぶつかり合いっていう感じがしますね、この世のぶつかり合い。どうでしょうね。 Ten of Birds、 鳥の10、ソードの10ですね。わー、ハゲタカが寄ってたかってる。これどうでしょうか。なんかこれ逆でも良かったんじゃないかなっていう感じがしますね。なんか全然希望が見出せないというか、まだこっちの方がね希望があるような感じがして、どうでしょう、私としては交換したいぐらいですね。はい、では次のスートに移っていきたいと思います。次のスートは Trees のスートですね。ペンタクルにあたるスートです。 Ace of Trees、 木のエース。これめっちゃエースっぽいですね。本当にもうそのまんまっていう感じがします。まあ、ペンタクルのエースっていう感じはしないんですけれども、でもこの地のエネルギーが生まれる、そういう感じはねすごく伝わってくるなと思いますね。素晴らしいです。なんか春っぽいですね。 Two of Trees、 木の2、ツリーの2っていうことですかね。ペンタクルの2にあたるカードで、あーなんか人間がねこうやって石を積み上げてる感じいいですね。ペンタクルの2っぽいです。ハイキングとか行くとですね、よくハイキングルートにこういった石がですね積み重ねられてねいたりするんですよね。まあ、おそらくハイカーさんがねそうやって積んでったんだと思うんですけれども、日本ではあんまり見ないですね。結構海外とか行くとねたまに見るんですけれども。 Three of Trees、 ツリーの3、木の3ですね。ペンタクルの3にあたるカードで、これラベンダー畑ですかね。すっごい綺麗、めっちゃいいですね。ペンタクルの3、ペンタクルの3、なんかみんなで協調作業、共同作業、まあ、自然が確かにみんなで協力して一つの美しい風景を作り上げてるっていう感じではありますね。 Four of Trees、
ツリーの4、木の4、ペンタクルの4ですね。これもすごい綺麗、めっちゃいいですね。ペンタクルの4か、これはネガティブな感じ一切ないですよね。本当にただ素晴らしいっていう感じです。5 of trees、 ツリーの5、木の5、ペンタクルの5ですね。ここちょっとね不穏な感じ、しかもなんか雲に紛れてドクロがあるような感じがしますね。なんかここはもう全然土が痩せてしまってる感じで、なんか一気に冷めた感じですね。 6 of trees、木の6、ツリーの6、ペンタクルの6ですけれども、ここからちょっと持ち直した感がありますね。ペンタクルの6というとお布施ではないですけれどもね、恵みを与えられているとかそういう意味なので、ちょっとねここから持ち直してます。なんかすごいですね。でもつなげるとこちらもですね、かなり中和されますね、エネルギー的に。なのでこの単体だとね結構ネガティブなねエネルギー感じるんですけど、こうやってつなげるとそうでもないかなっていう感じです。 7 of trees、 木の7、ツリーの7、ペンタクルの7ですね。これはこれお花屋さんとかかな、なんかお店を出してる感じですね。あとこれは街っていう感じなので、ペンタクルの7か、結果が出る、なんかちょっと結びつかない感じはするんですけど、でも多分収穫した花とかね野菜とかを売ってると思うので、まあ確かに実がなる、結果が出る、そういう感じはしますね。 8 of trees、木の8、ツリーの8、ペンタクルの8ですね。コツコツ職人技、でも確かにこの辺は結構なんか洗練された街っていう感じがするので、結構ね人の手が入ってるっていう感じですよね。なるほど、すごい、全然雰囲気変わりますね。 9 of trees、 木の9、ツリーの9、ペンタクルの9ですね。ペンタクルの9って結構豊かな感じなんですけれども、これも確かに豊かさは伝わってくるんですが、人工的な豊かさっていう感じがしますね。ペンタクルの9の場合は結構自然の恵みっていう感じがねしたんですけれども、こちらは結構対照的なんじゃないかなと思いますね。 10 of trees、木の10、ツリーの10、ペンタクルの10ですね。なんか塔がありますね、象形。なんか次世代へつないでいくっていう感じには見えないですね。どうなんでしょう。でもすごいですね、めっちゃ高い木がなんかまとわりついてる、絡みついてる感じですけれども、どうでしょう、なんかジャックと豆の木みたいですよね。なんかそういう視点を持つと象形とかね、後につないでいくっていうのもまあ分からんでもないかなという感じですね。すごい、いやこれ本当並べるとすごいですね、面白い。一枚一枚で見てもねすごくいいんですけど、連結させるとねまた全然違ってきますね。はい、ではまた音叉による浄化をしていきます。はい、では最後のスートを見ていきたいと思います。最後のスートはですね、 The Importance of Being っていう名前がついていまして、人間の自分の中にあるキャラクターですよね。人間っていろいろな面があると思うんですけれども、それをですね一つ一つ書いていってるみたいです。でこれはコートカードに当たります。では1枚ずつ見ていきますね。
The Wanderer ですね、まあ、さまよう人みたいな意味だと思うんですけれども、これはですねワンドのページにあたるみたいですね。なのでちょっと炎っぽいものがね出てますけれども、どうでしょうか、なんか女性っぽいですねなんか体を動かしてるんでしょうかね、足がいっぱい見えたりするので、なんかちょっともがいてる感じがしますよね。なんかそういうところとかページっぽい感じは確かにしますね。The shapeshifter, shapeshifter、まあ、形を変える人みたいな感じでしょうか。これはですねワンドのナイトみたいですね。確かになんとなくワンドのナイトでシェイプシフターっていうのは合ってるような気がします。でもすっごいですね、もう形原型をとどめてないっていう感じでいろいろ出てますけどね、人間ってそういう面ありますよね。次は The Mystic ですね。 Mysticこれ日本語でミスティックでいいんでしょうかね、まあ、多分通じるとは思いますけれども、これはワンドのクイーンにあたるみたいですね。まあ、確かにクイーンっぽいですね。ここに描かれている人はちょっとクイーンっぽくないんですけれども、でもねワンドのクイーンっていう感じは確かにすると思います。 The Mystic いいですね。なんかこの辺とかねすごく綺麗ですよね。次が The Protector ですね。守る人、まあ、ワンドのキングにあたるカードらしいんですけれども、これはなんとなくワンドのキング納得してしまうような感じですね。そしてなぜお相撲さんっていう感じなんですけれども、まあ、その辺のねツッコミは置いておいていいと思いますね。ワンドのキングっぽいです。そして、はい、ここからはスートが変わりますね。The Weaver、 紡ぐ人みたいな感じでしょうかね。これはですねページ、ソードのページにあたるらしいんですけれども、なんとなくソードっぽいですよね。でしかもこれ鶴の恩返しかなんかでしょうか、羽が生えてて、でなんかお面をつけてますね、鳥のくちばしがついたお面、なんか鶴を模してるようなそんな感じに見えるんですけれども、作者さんね日本が好きなんでしょうかね。次が The Fighter、 戦う人、これはですねナイトですね。ソードのナイトにあたるカードで、これは納得ですね。ソードのナイトっぽいですよね。いいと思います。そして The Dreamer、 夢見る人でしょうかね。これはクイーンでしょうか。ソードのクイーンにあたるカードですね。ちょっと確認しますね。 The Dreamer、そうですね、ソードのクイーンにあたるカードです。この方ちょっとソードのクイーンっぽいですよね。まあなんか浮いてる、瞑想しながら浮いてる感じですけれども、 The Dreamer か、なんか私の中でソードのクイーンってすごく現実主義っぽいので Dreamer っていう感じしないんですけれども、これもなかなかね面白い解釈できるんじゃないかなと思いますね。で最後がThe Elementalist ですね。日本語で言うと何だろう、本質主義とかそんな感じでしょうかね。 King of Swords、 ソードのキング、いやこれはねなかなか合ってるんじゃないかなと思いますね。でもこのここに描かれてるのは女の子ですよね。バレリーナみたいな格好で、女の子っていうよりなんか妖精さんっていう感じですけれども、そしてこの仮面をつけてます。またくちばしが生えたみたいな仮面をつけてるんですけれども、いや謎ですね。まあでもキングとしてはね合ってるんじゃないかなと思います。そしてここから新しいスートですね。これはですねカップのスートらしいです。 The Composer、作曲家っていうことですよね、まあ、作曲家と言いつつもなんか指揮者っぽい感じですけれども、これはページですね、カップのページに当たるらしいです。一応確認しますね。そうですね、ページの、まあ、カップというかチャリスというふうに書いているので聖杯なんですけれどもらしいですね。そして The RomanticRomantic、 まあ恋愛主義というかロマンチストみたいなねそんな感じだと思うんですけれども、これはナイトですね。カップのナイトにあたるカード、いいですね。カップのナイト、 The Romantic、 ロマンチストみたいなね合ってると思います。そして女性が描かれてますね。
して The Mender、 直す人っていうことでしょうか。これはクイーンですね、カップのクイーン。なんかクイーンっぽくないんですけれども、でもカップのクイーンが The Mender っていうのはなんとなくわかる気がしますね。修復する人、なんかそういうちょっとヒーラーみたいなね、そういう感じがしますよね。これカッパでしょうか。なんかカッパっぽいですね。花かもしれないですけれども。そして The Peacemaker、 平和を作る人、ピースメーカーですね。これはキングに当たるカードです、カップのキング。このキングなかなかカップのキングとね合ってていいんじゃないでしょうか。私的にすごく素敵なカードだなぁと思いますね。そして最後のスートですね、The Pathfinder、 道を見つける人ということでしょうか。まあ求める人と言ってもいいと思うんですけれども、これはペンタクルかな、 The Pathfinder。 そうですね、ペンタクルのページにあたるカードです。まあなんとなくペンタクルのページっぽい感じしますよね。あのライダー版の未来を見据えているあの瞳がなんか浮かぶ感じがするんですけれども、すごくいいと思います。そして The Entertainer、 エンターテイナーですね。周りを楽しませる人っていうことなんですけれども、これはナイトですね、ペンタクルのナイトにあたるカード。そうか、ペンタクルのナイト、エンターテイナー、なんかちょっと私の中で合わない感じがするんですけれども、でも多分エンターテイナーはペンタクルのスートで合ってると思うんですよね。なのでどうだろう、私的にこの2つ入れ替えた方がなんとなく納得いく感じですね。そしてこれはマジシャンかなんかでしょうかね。面白いですね。なんか人間っぽいのは描かれてるんですけど、人間ではないですよね、明らかに。The Geomancer、 The Geomancer、これは、ペンタクルのクイーンに当たるカードなので、なんとなくクイーンっぽい感じもしますよね。ですね、おそらくなんていうか、その自然とか地球とかなんかそういうものにですね、すごく深いつながりを持っているっていう意味になると思うんですけれども、これはペンタクルのクイーンとすごく合ってると思いますね。意味的にぴったりです。そして最後のカードがこちらですね、 The Commander、指揮する人っていうことですね。指揮官みたいな感じですけれども、それが、ペンタクルのページじゃない、キングに当たるカードですね。すごい顔がいっぱいついてますね。これだけでもね、人じゃないなっていうのがわかるんですけれども、 Commander か、まあ、確かになんかそのエネルギーを指揮して、そして現実を作っていくみたいなね、そういう感じがキングに合ってるなと思いますけれども、いや強そうで何よりです。ということで、では王さんによる浄化をしていきます。いやー、なかなか不思議な世界ですね。独特の世界観、そして絵がとても美しくって、幻想的で魅力的で本当に神秘的ですよね。素晴らしいカードだと思います。リーディングもね、かなり役立つというか期待できるんじゃないかなと思っていますので、すごくワクワクしています。はい、では次のセクションに移っていきます。はい、では次のセクション、ちょっと駆け足目でセルフリーディングをしていきたいと思います。デキさんに初めてのインタビューをしていきますね。シャッフルをしたんですけれども、こちらのデキさんですね、シャッフルはすごくしやすかったですね。カード同士の滑りもちょうどいい感じで、オーバーハンドシャッフルもしやすかったので良かったと思います。はい、ではまず最初の質問ですね、私の第一印象を聞いてみたいと思います。の第一印象を教えてください。はい、こちら Past Lives。 Past Lives、 そうですか。ですね、これは
13ですね。13なので死神のカードですね。そうか、死神、そして past lives、まあ、過去性っていうことなんですけれども、おそらくね、過去性からのなんていうか、その一貫してる目的とかね、やるべきこととかが多分あると思うんですよね。その過去性の中でも繰り返しやってきたこととか役割とか、それがね結構強く出ているのかなと思います。まあ、そういう風にね捉えられているのかなと思うので、その過去に、過去性に関わることをすることでですね、今世の目的もはっきりしてくるみたいな、そういうところがあるんじゃないかなと思いますね。でそれによって一つの古い人生が終わって、そして新しい人生が始まるっていう感じでですね、やっぱりちょっと過去性に関わりがあることをやってみるといいんじゃないですかっていうメッセージもね同時に受け取れるので、それはねすごくいいアドバイス、個人的にいいアドバイスなんじゃないかなと思います。はい、では次の質問ですね。次は、あなたの得意なことや、個性があれば教えてください。はい、こちらです。The Unknown、 これは20番なので審判のカードですね。 The Unknown、 未知のことっていうことなんですけれども、これがね逆位置で出ましたね。面白いな。なんかですね、感覚的に無みたいな感じなんですよね。無って何もないけれどそこに全てあるっていう、ちょっとね矛盾したというか特殊な状態を表していると思うんですよね。それと同じで、何も分かっていないけれども全てを分かっているみたいな、そういう状態をね表しているんじゃないかなと思います。なので結構深いですよね。やっぱりスピリチュアル的な色が濃いデッキさんだと思います。で、全てをそこに内包していて、でもそこには何もないみたいなね、そういった無の空間みたいなのがあるんじゃないかなと、そういうねビジョンを見せられているので、いやすごいですね。なかなか奥が深いと思います。すごいな、深いリーディングができそうですね。次はですね、2人の関係性、これからどうなっていきそうでしょうか。はい、こちらですね。Eight of Birds、 鳥の8、ソードの8にあたるカードですね。これが逆位置で出ましたね。これは2人の関係性、まあ、2人の関係性というよりはですね、おそらくデッキさんが私に与える影響っていう意味合いの方が強いと思うんですけれども、結構ですね、いらないものをこうバッサバッサ引き剥がしていって捨てていって、そして本当の本質だけ残るみたいなね、そういう感じの、まあ、リーディングというかね、アドバイスをしてきてくれるんじゃないかなと思います。なので関係性も、まあ、そういった感じのね関係性になっていくと思うんですよね。おそらく何も隠せない、多分本質がそのままバレバレというか、多分ね隠せないんだと思いますね。いやー、やっぱり鋭いデッキさんですね。では次の質問ですね。私に約束してほしいこととかルールとかありましたら教えてください。リーディングをする上でのルールとかですね。はい、こちら Five of Embers ですね。ワンドの5に当たるカード、正位置で出ましたね。あー、なるほど。これはですね、まあ、お願いとかルールとかいうのとはちょっと違うのかなっていう印象を受けるんですけれども、多分ね多分なんかお願いとか、その事前にねそういうことしなくても、多分自然とこうなるから、まあ覚悟しといてねみたいなね、そんな予告みたいな感じなんじゃないかなと思うんですけれども、多分
なんか全てそのいらないものとか全部焼き落とされてしまうみたいな、多分ね、もう裸で向き合うしかなくなるので、多分ね、あの特に気をつけたりとか意識する必要ないんだと思いますね。もうそうなるのでっていう感じです。はい、いやなかなかすごいですね。まあ暴君といえばそうなのかもしれないですけれども、まあね、自然とそうなってしまうのもしょうがないのかなと思いますね。では最後にアドバイスをお願いします。こちらは Six of Birds、 鳥の6ですね。ソードの6に当たるカードです。これがね逆位置で出たんですけれども、なんかねすごい対照的なんですよね、こっちの上半分と下半分。なんかですね、こっちが顕在意識でこっちがね潜在意識っていうのを表しているのかなと思います。でソードといえばねマインドに関する部分なので、顕在意識の方をね司っているわけなんですけれども、多分ね、あのこちらのデッキさんは顕在意識に働きかけることによって潜在意識の方にもですねアプローチしてくる、影響を及ぼしてくるっていう、そういう感じのね、まあ、アプローチ方法をされるんだと思いますね。なのでこれは一応ね知っておいた方が、知識としてねあった方が都合がいいのかなっていう感じはします。なんか特にそれでどうしろってわけではないんですけれども、知っておいたら多分、便利というか、どうすればいいっていうのがね見えてくる場面もあると思うので、なるほどね、この2つの領域のダンスではないですけれども、そういうのをね表してるんじゃないかなというふうに思います。なのでそうですね、まあそれでその情報をどう使うのはあなた次第みたいなねところがあると思いますので、はい、これからあの心にね留めてリーディングしていきたいと思います。ということで、ちょっとねあっさりめのリーディングでしたが、ソードがね2枚出てます。そしてダイアルカナが2枚出ているので、やっぱりねすごく影響力があるデッキさんなんだなっていうのはね実感しますね。影響力があるっていうのが、スピリチュアル的っていうのもそうだと思いますし、なんか本当に深いところに働きかける、アプローチしてくるデッキさんだと思うので、なのでリーディングの内容もですね自然とそういう風になってくるのかなと思いますね。これは私とはね相性良さそうだなという気がします。あのこのカードの並びから言うとですね、あのそんなに相性が良さそうっていう感じには見えないんですけど、私が多分こういうの好きタイプなんですよね。だから多分ねあのうまくいく感じなんじゃないかなと思います。どちらかというと、チャレンジもね一緒に与えてくれるようなデッキさんかもしれないんですけれども、一緒にね成長していけるんだなっていうのは見て取れるので、すごくね楽しみにしています。では次のセクションに進んでいきます。はい、では最後は選択式プチリーディングをしていきたいと思います。今回もですねちょっと巻き気味でさらっとねいきたいと思います。いつも通り3択で、そしてテーマはこちらのデッキさんから今のあなたへのメッセージということで、何かねメッセージがあればいただきたいと思います。はい、3枚出ました。全部逆位置ですね。これ目の位置でですね正逆が分かるんですけれども、全部逆位置です。なのでどれを選んでもね同じ逆位置ですね。では直感でねピンときた1枚をお選びください。はい、ではまず左端から開けていきますね。じゃじゃん、これは The Dreamer、
Dreamer、 これはあれですね、ソードのクイーンのカードですね、だったと思います。ちょっとガイドブックで確認しますね、もし間違っていたらいけないので。そうですね、クイーン・オブ・ソールズ、ソードのクイーンのカード、逆位置ですね。Dreamer か、あーなるほど。こちらのねカードさんね、選ばれた方へのメッセージなんですけれども、おそらくね今ご自分の夢に気づき始めている、なんかねそういう時期なのかなと思います。今までね夢があった方でもですね、もしかしたらあなたの本当に叶えたい夢っていうのはですね、また違うものかもしれませんし、もしかしたらいくつもねあって、そのうちの一つを今見ているのであって、もしかしたらね新しいその夢の芽っていうのが生えてくる可能性もあると思うんですけれども、そんな感じでですね、あなたの多分理性とか、まあ、顕在意識の領域ですよね、自分で意識できる部分、そこではなくって、その下の部分ですよね、自分では認識できない領域、脳の領域、つまり潜在意識っていうことなんですけれども、そこにですねあなたが本当に欲しいものっていうのはなるのかなと思います。でそれがですねだんだん今ですね、こうなんていうか、目がですねこう土を押し上げて出てくるように、多分ね潜在意識の領域から顕在意識の領域にですね出てこようとしている、まあ、そういう時期なんじゃないかなって思うんですよね。なのでその潜在意識からのサインをですね見逃さないようにしておくといいんじゃないかなと思います。潜在意識からのサインってですね、まあ、いろいろな形でサインをね送ってきたりするんですけれども、その自分の心が動くっていう形、気持ちとかですね、心が動くっていう形でサインを送ってくることが一番多いので、その心の動きにね細やかに注意しているとですね、ちょっとした心の動きも見逃さないと思うんですよね。でそうすることによって、なんか自分の中でこれが気になるなとか、これがね引っかかってるなとか、そういうのがね分かってくると思うんですよね。でその捕まえたものを手がかりにですね、もっとね詳しく見ていくみたいな、もっとね注意をして、その周辺のことをですね見ていくみたいにすると、だんだんねこう芋づる式にではないですけれども、夢がね形を表すっていうこともあると思いますので、ちょっとね今の時期は丁寧に自分のね反応、心の動きですよね、見てあげるといいんじゃないかなというふうに思います。でそうすることによって自分自身のことがねもっと分かってくると思いますし、なんかその夢が、新しい夢が出てくることによって、例えばその自分のね使命につながっていったりとか、そういうこともあると思います。なぜね自分がこの地球にやってきたのかっていう、その大元の元々のところですよね、そこにつながっていく可能性もありますので、ぜひね注意して自分の心の動き見ていくといいんじゃないかなと思います。はい、では次は真ん中のカードさん開けてみますね。じゃじゃん、はい、こちらも小アルカナですね、まあ、小アルカナというか第5のスートですね。 The Mender、 これは確かペンタクルのページだったと思うんですけれども、あ違った、 The Mender、 Queen of Chalices ですね。なのでカップのクイーンにあたるカードですね。こちらが逆位置で出ましたね。あーなるほど、これはね2通りあると思いますね。一つは自分自身の、あなた自身のことを表しているパターンで、もう一つは第三者ですね、違う方、第三者の人を表しているパターンだと思うんですけれども、第三者の場合はですね、多分その方がなんていうか、その修復役みたいな、仲介役みたいになってですね、おそらくあなたが今一番修復したいこと、解決したいと思っていること、それを、まあ、円滑にですね解決に持っていってくれる、まあ、そういう人が現れるっていう前兆なんじゃないかなって思いますね。なのでこれはですね女性である可能性が一番高いと思いますね。
または女性性が強い方、多分ね年齢的にはですね、まあ、大体そうですね、まあ、30代後半から50代ぐらいまで、まあ、それぐらいじゃないかなと思うんですけれども、おそらく、その方がこう仲介というか間に入ってくれることによって状況がね良くなっていくんじゃないかなというふうに思います。または状況が良くなるためのヒントをもらうとかですね、きっかけをもらうっていう方がまあ正しいかもしれないですけれども、まあ、逆位置なので直接的にその方がですね何かをしてくれるというよりはきっかけをくれるっていう可能性の方が大きいと思いますね。そしてもう一つの可能性ね、これ自分自身のことを表しているっていう場合なんですけれども、多分ですね自分自身の自己治癒力がね高まるっていう、そういう、まあ、暗示なんだと思いますね。でそれは体のことに関してもそうですし、心のことに関してもそうなんですよね。で厄介なのがですね、その自己治癒力が働いてる時ってですね、膿を出そうとする働きがあるんですよね。でそれがその働きがですねオンになると膿が本当に出てくるんですよね。心の膿が、それはですねこうぐちゃぐちゃした感情で出てきたりとか、ネガティブなね感情で出てきたりとか、まあ、そういうパターンになります。なので現状的にはですね、なんでこんなになってんのって思うかもしれないんですけれども、それはですねある意味体の自浄作用が働いている、膿出しのね作用が働いているっていうことなので、それをですねまずこう受け入れるというか、否定せずにですね悪いものと思わずにそのまま受け入れてあげることが第一だと思いますね。そしてその海が出るっていうことは、昔にですねその海を作った原因があるわけなんですよね。傷ついていること心がある、でそれがまだね癒えていないからこうぐじゅぐじゅ産んじゃってるわけなんですよね。でその傷ついた心にですねぜひ向き合う勇気を持っていただくといいなというふうに思います。まあね、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、まずはそのままね、そういう膿が出ているのを、ところをですね、受け入れる、そういう自分を受け入れるっていうところからね、入っていただくと、一番わかりやすいというか、一番入りやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。では次ですね。こちらのカードさん、開けていきます。はい、こちらは、Two of Trees ですね。ペンタクルの2に当たるカード、逆位置で出ましたね。そうですね、まあ、このカードだけね小アルカナの普通のね数札なんですけれども、こちらのカードはですね結構ね物事がこれから順調に進んでいく流れになりますよっていう前兆だと思いますね。この逆位置で出ているっていうのはですね、その方向にエネルギーが向かいつつあるんだけれども、まだねそれが現実化はできてないっていう感じだと思うので、多分ねその物事がもう少しすればね結構スイスイ滞りなく順調に進んでいくようになるんじゃないかなと思います。なのでその波にですねうまく乗ることが多分、まあ、必要というか、まあ、それをすることができるとですね結構その高いままというかその勢いに乗ったままですね突き進んでいくことができるので、それって結局運気を押し上げるっていうことになるんですね。せっかくその物事がねこうスイスイ進んでいくような運気が来ているので、それをこう意図的に波乗りしていく、自分の意思でそれにですね乗っていくことによって効果がね倍増するんですよね。なのでその勢いが倍になったりとか、その勢いが続く期間がね長くなったりするので、意識的にねこの期間を、まあ、この期間というかもうすぐ来るねその順調な期間をですね利用していただくといいんじゃないかなと思います。なので準備しておくといいと思いますね、心の中で。でそれが来た時にあ来たっていう感じでキャッチしてすかさず波乗りみたいなね、そういう風に勢いに乗ってですねいろいろ
まあ、やりたかったこととかやらなければねいけないこととかそういうのをですね一気に片付けていくみたいなねノリノリな感じで片付けていくみたいにするといいんじゃないかなと思います。これもですねそのずっと続くわけではないのでこういう期間っていうのは一時的なものなんですよね。なので先のこととかねあんまり考えずに今はただ波が来たから乗るっていう感じにしていただくといいと思いますね。それをずっと続けていく必要はないですし波がね収まったらまたそれから降りればいいだけなのでとにかくねその波が来た時にちゃんとこう乗るっていうのだけね心がけていただくといいんじゃないかなというふうに思います。あとですねこの波乗りの期間にやるといいことなんですけれども、もちろんやらなければいけないこともそうなんですけれども何よりもやりたいことですよね。自分の心が弾むこととか自分の心が喜ぶこととか自分の夢に関わりがあることとかですねそういった自分の心がウキッとするようなことで、しかもその刹那的なものでももちろんいいんですけれどもこれからにつながっていくようなそういうことだとなおいいんじゃないかなと思いますね。そういうことってなかなかね普段毎日が忙しいと後回しになってしまうと思うんですけれどもこのタイミングでですね一緒にそれもね取り入れていくといい波にね乗れるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね勢いってすごく大事なんですよね。何かをするのにもですねやっぱりタイミングっていうのがあってその心がね乗っている時気持ち的に乗っている時っていうのが一番その旬な時なんですよね。やるべき時なのでその時期を見逃さずにですね自分にいつもよりもですねちょっとこう自分を甘やかしてやりたいことをですねやりたい時にやらせてあげるっていうねそういうことをしていくのがですね鍵になるんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。いかがでしたでしょうか。なかなか面白いですね。特にこのコートカードにあたる第5のスートなんですけれどもこのリーディングはねなかなか面白い。そしてダイアルカナもですねリーディングやっぱりちょっと違うのでいや面白いなというふうに思いましたね。私的にはですねそのタロットの知識をベースにしてそれにですねツイストを加える形にしてますね。このカードさんが暗示しているというか提示しているツイストをですね加えるようにしてます。まあ、作者さんもですねガイドブックの中でそういうリーディングを推奨されていたので、まあ、それがねいいんじゃないかなと思います。なのでそのタロットの知識がねベースにないとこちらのデッキをですね本当の意味でそのポテンシャルを引き出すリーディングをするっていうのは難しいのかなとは思うんですけれども、でもこれオラクルっていう名前がついているのでオラクルカードとしてもですねもちろん読んでいただけるとは思います。なんですけれども小アルカナに関してはですねオラクル的な読み方ってちょっとね難しいんじゃないかなと思います。まあベテランの、ね、方だったら多分大丈夫だと思うんですけれども、特に初心者で、ね、オラクルカード初心者ですっていう方にとってはねちょっと難しいかなという印象は受けるんですけれども、なのでこちらはですねやっぱりまあ初心者向けではないと思いますね。最低でも中級以上、まあ、中級をねどう定義するかにもよると思うんですけれども、ちょっとねタロットにツイストを加えたい場合とかオラクルとタロットの中間をね取りたいみたいなそういう方にはすごくいいんじゃないかなと思います。でそしてとても深いスピリチュアル性がねとても高いデッキさんだと思うので、いやー本当になんていうかもう言葉に表せられないですね。シャドーワークとかにもねいいと思いますし、やっぱりリーディングがすごく質が深い質っていうんですかね、なんかねそういった感じになってくるんじゃないかなと思います。すごくね私的にはときめいているデッキさんですね。これからどういうねリーディングをしていけるのかすごくね楽しみに思っていますし、ワクワクしていますし、もっとねこちらのデッキさんのことを知りたいなというふうに思っています。そしてですねこちらの
コスモビジョンズオラクルですね。こちらのペアとなるタロットデッキさんがですねあるんですよね。プリズマビジョンズだったと思うんですけれども、それとこちらのデッキさんはですね、まあペアというかペアですね、あのペアになるように作られたのがこちらのデッキさんっていう風に言われてましたので、アーティストさんがですね、なのでせっかくねこちらを海外から取り寄せるんだったら一緒にですねプリズマビジョンズタローを見られてもいいんじゃないかなという風に思いますね。私もですね、あの他のデッキさん一緒に頼もうかなってちょっと思ったんですけれども、まあ、最初にねこちらを実際に目で見てみて、それでよかったらね他のデッキさんもっていう風に思っていたんですね。なんですけれども、まあ、最初からね頼んでても多分後悔しなかったなっていう風に思うので、私もですねプリズマビジョンズの購入は検討しています。まあ、すぐに購入するかどうかはわからないんですけれども、一応ねあのウェブサイトでアーティストさんのウェブサイトでチェックしてみて、そのうちね購入しようかなという風に企んでおります。やっぱりペアというか対になるようなね感じで作られたデッキさんってすごくね相性がいいと思うんですよね。なのであのねペアで持つメリットはすごくあるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。